今日はおでんです。鹿筋おでんです。もう手元以外は映してくれるなということで、撮影も大変です。ちょっと照明つけます。今あの鹿筋の俺が振動してマジで頑張って串刺しした、今硬いやつだな。圧力鍋で15分間煮ました。それを並べてますね。今日の料理長は娘です。管理栄養士を目指してます。料理は150点ぐらいありますね。シンプルに、鹿筋おでんを作成中です。大根を下に敷き詰めてあります。大根が茹で上がったので具を入れて味付けるそうです。椎茸、めちゃくちゃ具はありますね。ですね、なんか巾着、餅巾着も作っちゃうのかな。僕が今日買い物してきました。いっぱいちくわ、揚げ、しいたけ、それに豆腐。豆腐は硬いやつ、木綿、それから、揚げ、厚揚げ、揚げですね。通常のやつです。その先の鍋ちょうだい、洗うけ。この種類使わない。いや、超もったいないじゃない。捨てるんだよ、犬にやるんだよ。じゃあ、はい、ということでちょっと今から煮込みます。具を入れます。